日本テレビ系、ああ、みんなの動物園で24時間テレビ47、8月31日、9月1日、ないの企画、相葉雅紀とメダリストが能登に笑顔を届ける、被災したワンちゃんを出張トリミングが発表された。先日発表された、JIN、BTS との韓国での保護犬トリミング企画に続き、相葉雅紀が向かったのは、石川県七水町。今年1月の能登半島地震では暮らす人々、そして共に暮らすワンちゃんたちも、大きな被害が。そんなワンちゃんとその家族に愛を届けようと手を挙げたのは、先日のパリオリンピックで2大会連続の金メダルを飾ったスケートボード男子ストリートの堀米雄斗。トップアイドルとトップアスリートがトリミングを通じて被災した家族とワンちゃんに笑顔を届ける。